バックス・バニー。第二次世界大戦中、アメリカ陸軍航空軍第548、爆撃飛行隊のエンブレムとして使われたものバックス。バニーは、ワーナーブラザースのアニメーション作品、ルーニー・トゥーンズに登場する架空のウサギで、ワーナーブラザースにおける、マスコットキャラクターでもある。バックス・バニーと語記されることがある。1940年。 テックス・アベリーの野生のバニーでデビューの頃の時代を含めば1938年公開のベン・ハーダ・ウェイとカルダートンのポーキーのウサギ狩りまで遡る。彼の経歴は1950年6月17日公開のドッタの先生で詳しく語られている。自分がウサギであるにもかかわらずなぜか人間社会で生まれ幼少期に 玩具のピアノで音楽の才能を発揮し両親の教育で小ズの道を志しダンス学校にも通っていた。卒業後に舞台出演のオファーが殺到するがデビューした頃の仕事はショーの案内役ばかりだった。病気で倒れた主役の代役を務めるも不評に終わり、その責任としてコーラスに降格されたことに嫌気がさして活動を休止。その後、 他の俳優が失業するなど、ショービーズ業界は不況を迎えるが、大スターのエルマーファットのスカウトを受けて、彼の引き立て役として、各地の賞を巡回。しかし彼に与えられた役はいずれもエルマーにいじられる役だったため、またも大群に嫌気がさし、ニューヨークでの公演中にバック水枠、芸風を変えるために、アドリブでエルマーを打ちまかす。その直後エルマーに銃で脅され、 苦し紛れに発したドッタの先生が観客に大受けし、一躍人気者になる。その後、エルマーと共にワーナーブラザースにスカウトされ、現在に至る。また、1944年公開の未来のバニーや1980年に放送されたポートレート・オブ・ザ・アーティスト・アズ・エイ・ヤング・バニーでは、幼少期にエルマーにあっている描写がある。 1938年から1989年まではメル・ブランクが演じた。ブランクの死後はジェフ・バーグマン、ビリー・ウェスト、グレッグ・バーソンが担当。1990年代後半から2016年まではジョー・アラスキーが演じることが多い。ベビー・ルーニー・トゥーンズではサムエル・ヴィンセントが演じた。スペース・ジャム・ア・ニュー・レガシーではエリック・バウザが演じる予定。 日本五番吹き替えの声優は、初代は横山道代、二代目はが高橋和江、三代目が富山隆史、四代目の現在は山口勝平となっている。ロジャーラビットでは鈴木勝美、ただし富山競馬も存在する。また、アイボックのアンティークアニメコレクションでは、山崎匠が大陸処防版のピラミッド名作アニメシリーズバックスバニーでは、 平野雅人が、古谷やが務めた、アイボック、アンティークアニメコレクション、バックスバニー。ありがとうございます。